はい、そしたらですね、夕食の時間ですので、作っていきたいと思いますけども、夕食はですね、これです。和牛です。見てください、和牛です。この和牛のですね、しゃぶしゃぶ風丼ということで作っていきたいと思いますね。まず最初にですね、寿司ライスを作りますけども、今ご飯が今、炊いてますけどもね、これにですね、この生姜、ジンジャー、そしてセサミシール、そして寿司ビネガー、そして柚子、これを入れて寿司飯を作ります。はい。そして、まずですね、これのディッピングソースになるのがですね、この私のホームメイドのポン酢と、まあ、柚子かすだちかのどちらかを好みで入れるということになりますね。それに、まあ、スカリオン、カイワレ、オーバーがあります。こちらの方は、丼の上の方に置いてもいいですし、サイドに置いてもいいという感じですね。そしてこのしゃぶしゃぶにします、この和牛ですけども、こちらにですね、一番だしを私の方でこちらの方で作ってますので、このスープここに一番だしもできてますので、これをですねこちらの丼の方に入れて、そこでしゃぶしゃぶにしていくという形ですね。それをまあ寿司飯の上に乗せて、大葉、まあ、貝割れ、ネギをまあ上に乗せましょうかね。そういった形のお料理になります。はい、はい、ご飯が炊けました。はい、そしたらまずこのご飯をですね、まずこちらの方に移しましょう。今日のご飯は、玉木米ですね。ショートグレーンライスの玉木米を使ってます。まずここにですね、寿司酢ですね、適量でいきますよ。適量いきます。まず適量いって、そしてこの上にですね、柚子も入れます。まずですね、混ぜていきます。そして高知風の寿司飯を作りますが、生姜が入ります。生姜どうですか、多めがいいですか、適量でいいですか。はい、そしたらここにですね、セサミシーズ、ごまですね、ごまを入れます。はい、これでちょっと冷ましておきます。はい、そしたらですね、このだしを鍋の方に入れます。はい、そしてこれを沸かします。はい、そしたらまずこのつけだれをね作っておきますよ。これポン酢ね、まずね、ちょっとすだしをアドしておきましょう。好みでね、またもうちょっとアドしてもいいですからね。はい、これポン酢のすだち入りですね。はい、はい、そしたらご飯の丼に入れますよ。はい、そしたらですね、これが出汁が沸いてきましたので、これで作りましょう。はい、そしたらいきますよ。そしたらこちらの方に
ます。ね、結構生めの方がいいですか？早めにね、揚げていきますよ。軽くね、水を軽く切って、ね、押していきます。こんな感じですね。でまずそしたらネギいきますね。そしてお椀、ちょっといきますね。これもね、好みでね、もっと入れたらいいですよ。そして貝割れね。はい、こんな感じでいきます。はい、どうぞ。はい、そしたら試食いきたいと思いますね。そしたらこれをね、食べていきますけど、まずこれをこういう感じで、まずこれだけ食べてます。うん、すごいね、最高ですね。これをこうしてここに乗せて、このご飯とこういう形にして、はい、いきますよ。溶けますね。溶けますよ。こうして。最高です。でね、わさびもね、ちょっとつけて食べたら美味しいかもしれませんので、ここにわさびもありますのでね、これも試して後で食べますよ。はい、それでは渡辺さんもどうぞ。貝割れと、ご飯なしで。うん。最高ですね。涙出てきます。はい、いいですか。神社がよくていいですね。神社がいい。高知の味、うん、おばあさんの味ですね。そう、はい、はい、わさびが入ったらまたちょっとアクセントがあってより一層おいしいかな。うん、わさびもいいですね。いいですか、うん、はい。
それではゆっくり食べていきましょう。